どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。今日はセルフブランディングについてお伝えします。セルフブランディングができれば人を集め合おうとしなくても集客できるようになります。選ばれる人になります。個人事業主や中小企業の悩み第1位は集客。集客をするには発信も大事なんですけれども、セルフブランディングができていないとフォロワーが増えてもチャンネル登録数が増えても穴の開いたバケツに水を入れているように全然集客ができないということになってしまいます。ですので今日はセルフブランディングについてお伝えしていきます。このチャンネルではオンラインを活用してあなたのビジネスを発展させる方法についてお伝えしてますので、ぜひチャンネル登録もしていってください。今日はちょっといつもと違う場所で撮っているのは、家の近くで工事をやっているのでちょっと近所まで来ました。ここが福岡県の糸島市の海の近くに住んでいます。まずセルフブランディングとはそもそも何かというところなんですが、ウィキペディアによると、企業や組織に所属しない個人が自らの力で自分をメディア化しプロモーションすることと書いてあります。でセルフブランディングに関しては認知の獲得に重きを置くというところに特徴があります。ちなみに似た言葉でパーソナルブランディングというのがあるんですけども、これは企業や組織に所属している人が個人としてブランディングをしていくのをパーソナルブランディングということで、ウィキペディアには書いてあります。でセルフブランディングとしては Facebook や Twitter、Instagram、YouTube などを使って自らをプロモーションしていったりとか、出版をしてプロモーションをしていくと、そういったところがセルフブランディングになっていきます。ですのでこれをまとめると、個人が自らをメディア化をして広告などに頼ることなく自らの力でプロモーションをしていくということになります。ただ単に発信力を伸ばすとかでは僕の定義ではちょっと違うかなというふうに思います。それをやってもあまりあなたのビジネスにはつながっていきません。ですので発信力を強化して自分を自らメディア化しながらも選ばれる人になるというところを特に意識をしていくといいです。そのやり方については今からお伝えしていきます。選ばれる人にはどうやったらなれるかなんですが、次の4つのポイントが大事かと思っています。ですのでこの4つの質問にあなたが端的に答えられるように準備しておくといいです。1つ目、あなたは世の中の人にどんな価値提供をできるか。2つ目、それは他の人と何が違うのか。3つ目、あなたはそれをやる資格があるのか、語れる資格があるのか。4つ目、あなたがなぜそれをやっているのか。まとめると最初の3つは主に価値提供、どんなメリットがあるかで、4つ目はあなたの思いというところです。ノウハウっていうのはもう世の中にたくさん溢れていますので、ノウハウだけでは差別化できない世の中になってきます。ですのでそこにあなたの思いであったりとかストーリーという、こういった別軸が必要になってくるということです。こちら細かいところは後半にお伝えしていきます。でこのセルフブランディングができているとどんなメリットがあるかというところをまずお伝えしますと、お客さんを集めようとしなくても集まってくるというところがあります。場合によってはあなたの前にすぐに行列ができているというようなイメージです。このセルフブランディングがじゃあできてないとどんなデメリットがあなたにあるか、これはもういつまでも集客に悩むことになります。そして値段で判断されます。ウェブで集客ができません。ですのでセルフブランディングは特にウェブでできていないと、もう今世の中はオンライン化が進んでいますので、これができてないだけで大きな機会損失になります。場合によってはビジネスではもう致命的なダメージになるかもしれません。では続いてセルフブランディングの作り方ということで、さっきの4つのポイントに基づいて細かく解説をしていきます。1つ目、あなたは世の中にどんな価値提供ができますかというところです。でここは誰が聞いても、高校生中学生が聞いても一言で理解できるというワンメッセージが大事です。でポイントは〇〇だった人が〇〇になる、この〇〇と〇〇を明確にする、ビフォーアフターが分かるようにというのがポイントです。でここポイントは何か解説をしたりとか補足をしないと分からないようなサービスというのはあまり良くないです。ですので僕の例えばサービス名でもあるのが、パソコン苦手だった人でもホームページが1日で作れるようになる講座というワードプレス講座があるんですけども、このように誰が聞いてもビフォーアフターが簡単に分かるというのをまず目指してください。今のはサービス名でやったんですけれども、具体的にあなたをブランディングするときはそれをもうちょっと大きく広げた枠で考えていくということです。でここでまずあなたが提供できるメリットが分かります。でその時にじゃあ聞いた人はどうするか、この情報化の世の中では皆さん比較検討します。いやあなたがこういうことをしてくれるっていうのは分かった、いやでも他にもっといい人がいないかなと探すわけですね。 SNS、 ブログで、その時にじゃああなたが人と何が違うのか、
これが2つ目のポイントですね。ここを明確にしていきましょう。ですので1つ目のポイントは具体的なメリット、2つ目のポイントはそのメリットが他の人と比較してどうなのか、他人軸と並べられた時にあなたにメリットがあるのかという差別化を考えていくのがこの2つ目のポイントです。続いて3つ目、あなたの語れる資格は何か、あなたのサービス、あなたのブランディングのメリットが分かりました、そしてそれは人と違うという差別化も分かりました。その時にじゃあ3つ目、これはあなたが信用できるかどうか、本当にそうなのかというのを人は判断したいです。判断材料が欲しいです。ですね、その語れる資格があるか、この資格という定義は別に英検1級とかそういう意味での資格ではなくて、それをやってきた実績とか、それを語れるだけの何か経験があるとか、そういったところです。それをしっかり見ていきましょう。でこう言うと、いや私そんな語れる資格何もないですという方結構いらっしゃるんですけども、そんなことはないです。あなたは今まで20年30年40年と生きている方がほとんどです。30年生きていて何も語れるものがないという方はいないので、それはなんか外に求めるとか何か資格とか勉強をするというだけではなくて、あなたの中にある内にあるものは何なのかというのを見つけていくのがポイントです。必ず答えはあなたの中に何かあります。僕もたくさんの人、コミュニティに入っていってお話ししたりとかコンサルティングという形させていただくんですけども、本当何も持ってない人なんて本当一人もいないので、ぜひそこは自信を持って必ずあなたの中から探してください。もちろんその種を育てていくっていうフェーズはあるかもしれないんですけども、その種自体は必ずあると思います。はい、ではメリットが分かりました、人との違いも分かりました、あなたが信用できる人ですってなった後に、これだけでは足りないです。そこで4つ目のポイント、あなたがなぜそれをやりたいか、これはですねどちらかというとあなたに共感できるかというところですね。なので例えば正しいことを言っていても共感ができなかったらあなたのファンにはなりません。あなたからサービスを申し込みたいと思いません。あなたから習いたいとは思わないです。ですのであなたがその熱意あるその仕事に対しての思いもちゃんと発信をしていく。なんでそれをやろうと思ったのか、昔こういった苦労があってこういったところで自分は苦労したから、それを世の中にちゃんと広めたい、知ってそれで困っている人を救いたいんだと、そういった思いとかを共有するといいです。例えば僕はこの糸島というところに来て、最初ウェブを学ぶ場っていうのが全然ここの近くになかったんですね。それで最初ウェブのスキルをつけるのにすごい苦労したので、今はそういったところはですねだいぶ遠回りしてできるようになったんですが、そういう思いを抱えている人、特に地方に住んでいる人とか多いと思いますので、そういった時間と場所にとらわれずにですね、オンラインを通じて発信力をつけて、そしてビジネスを通して多くの人を幸せにしていけるような人をたくさんサポートできたらいいかなと思って、こういったオンラインのコミュニティとかを運営しています。これが僕の思いっていうか、なんでそれをやってるかという理由になります。5つ目、最後のポイント、需要があるところである。これはですねわざわざレッドオーシャンに行く必要はないんですけども、需要が全くないところであったら、確かに一人のお客さんに刺さるということはあるかもしれないです。でも継続的なビジネスをやるっていう時にお客さんがいないところでやっていった場合には事業として成り立たないわけです。ですので事業を広げていく、売上を伸ばしていくという場合には、ある程度こう需要があるボリューム感のところでちゃんとポジションを作って勝負するというのが大事です。ですのでこの今お伝えした5つをちゃんとやるというのが大事です。これどれかが欠けてしまうと発信力は伸びてもなんかどっかでうまくいかないという時が来ます。もう一度整理すると、まず1つ目はあなたが世の中の人に対して提供できる価値を一言で分かるように、ビフォーアフターが分かるように、これを受けたらこうなるというのが分かるように説明する。これがまずメリットの価値提供で、2つ目、それは他の人と何が違うのか、要は他の人とみんな比較するので、そこから選ばれるためにはあなたはどんな差別化要因があるのか、これを作っていきます。で3つ目、差別化のポイントは分かったと、でもあなたはそれを信用できる人なのかっていう実績、ここを切り出していきます。これは必ずあなたの中の経験にヒントがあります。僕ももともとはウェブ業界じゃないところからの独立なんですけれども、以前保険業界でやったスキルっていうのはすごい役立っていまして、保険も形のないものを提案するというところです。その他にはマネジメント業務とか、教育の研修部署とかでやっていたので、こういった教える仕事にすごい今役立っています。ですので、一見関係があるものもそうですし、関係なさそうなものも必ずその信用に値する実績になったりしますので、そこも見ていきましょう。そして信頼ができるようになったら、あなたはなんでそれをやりたいのか、共感できるかという思いをちゃんと発信しましょう。もうノウハウや機能的価値だけではなかなか差別化できなくなってきたので、情緒的価値ではないですけれども、そういった思いやストーリー
ーリーを発信することも大事です。で5つ目、最後はお客さんがそこにちゃんといるかどうかというところです。いくらいいサービスであったとしても全くそれを世の中で欲している人がいなかった場合は事業としては成り立たないので、そこも最後見て発信をしてセルフブランディングをしていくといい結果になるかと思います。はい、ということで今日はセルフブランディングについてお伝えしました。ぜひ今日のポイントを抑えてセルフブランディングをして、なおかつ発信力をつけて仕事に生かすようになっていただければ僕も嬉しいです。まあ、今後もこういったビジネスに役立つ情報や発信の最新情報を取り入れて YouTube 更新していきますので、ぜひチャンネル登録もしていってください。では今日も見てくれてありがとう。バイバイ。はい、今日のおまけコーナーです。今日は外で撮影したので歩いて帰ろうかなと思います。まあ、僕は東京から福岡県の糸島に移住をしたんですけども、まあ、やっぱね、本当住むところってすごい大事だなと思って、まあ、今はですね、なんか気分転換に、ちょっと歩いたらこう綺麗な川があったり、まあ、後ろすぐ海なんですけども海があったりして、まあ、自然があるところにいるというのはすごいなんか、まあ、人にとってもともとそうだったものだと思うので、まあ、すごい心地いいものなのかなと思ってます。で今結構コロナでオンライン化が世の中で進んで、まあ、会社でも、まあ、リモートでも大丈夫かなとか、あとフルリモートは難しくても、まあ、週3とか月1回出勤できればいいかなという形でね、なっているところも多いと思いますので、まあ、ぜひね、そういった仕事をできる方は住む環境を変えてみるというのは結構いいんじゃないのかなと思いまして、今日はそんなお話でした。ではバイバーイ。